ました。QVC マリンフィールドです。パシフィックリーグ公式戦、千葉ロッテマリーンズ対北海道日本ハムファイターズの7回戦です。解説は谷山聡さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、谷山さん、今日のマリーンズ、どのあたりに注目されてますか？そうですね、やはり涌井でしょうね。まあ、ファイターズは連敗してますから、今日はあまり神経質にならず大胆に攻めていってもらいたいですよね。そうですね。西さん、下位打線がいやらしい攻撃をしてくるチームというのは非常に嫌だと思うんですが、ピッチャーとしてはどうなんですかね。いや、やはりね、気が抜けないというのはね、ピッチャーにとっても疲労感が増しますからね、後々効いてくると思いますよ。そうですよね。いやらしいバッティングができるかどうか注目しましょう。荻野が打席に入ります。昨日のゲームで見事なバッティングでチームに貢献しています。さあ、ファイターズはルーキーが登板ということになります。さあ、そのルーキーをマリーンズ打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。バッターは2番に入っている加藤。昨日のゲームでは無安打に終わっています。有原、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャー有原、ルーキーながら1軍の仲間入りをしています。いや、小宮山さん、緊張感漂ってますね。監督が信頼をしてマウンドに上げてるわけですからね、持ってる力を出し切ってもらいたいですよね。そうですね。打ちました。これはどうだ。バット追いつく。ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー1塁となりました。そう、バッターボックス鈴木、5試合連続安打が続いています。本当に打撃好調です。ヒットでランナーを1塁に置いています。ここは当然盗塁も考えられます。そうですね、守備側からしても変化球空振り、2アウトになりました。打席は5番バッターハフマン。2アウトランナー1塁です。先発ピッチャー有原、そしてキャッチャーは清水。このバッテリーをマリーンズ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩して。打ちました。ショート取った。セカンド送球、3アウトになりました。2回裏に入ります。マリーンズの攻撃、バッターボックスには5番井口。2試合当たりが出ていません。マリーンズ0対0で迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。先制してセンターに抜けました。先制ランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー1塁です。さあ、バッターボックスには指名打者の角中。昨日のゲームでは打点を挙げています。ヒットでランナーを1塁に置いています。今日の先発ピッチャーは有原、ここまで5勝をマークしています。ご紹介しているように変化球空振り、ワンアウトです。バッターは7番に入っている今江。昨日はチームに貢献する活躍を見せました。打ちました。中島、2塁アウト、1塁転送はアウト、ダブルプレー。ご覧いただきましょう。最後はダブルプレーに終わってしまいました。もうちょっと慎重にいってもらいたいですよね。西さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか？そうですね、主導権をね、早めに取りたいですよね。さあ、どちらがその主導権を握るんでしょうか？ここは際どいところに打っていかないといけませんね。なるほど、そうですか。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは9番に入っているクルーズ。有原、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球ボール、入れてきました。
146キロ。打ちました。わずかに右に切りました。ファールボール、ワンボールツーストライクです。引っ張った、一塁送球します。ツーアウトになりました。打順はトップに帰って荻野、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。改めてお聞きします、この荻野どういうバッターなんでしょうか。まあそうですね、打ち取ったはずなのに内野安打にされてしまう非常に迷惑なバッターですね。なるほど、そうですか。3球目打ちました。中島が抑えて3アウトチェンジです。マリーンズ4回裏の攻撃になります。打席には2番バッター加藤、先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。マリーンズ得点に動きはありません。0対0で迎える4回の攻撃です。さあゲームは両ピッチャーの好投でまだ得点が入っていません。西さん、緊迫したゲーム展開なんですが、こういった時のバッターの心理状態はどんなものなんでしょうか。まあ、とにかく難しく考えないことですね。とにかく積極的にしっかりとボールを絞っていきたいですよね。そんなバッティングができるんでしょうか。3球目は何で来るか。3球目打ちました。ワンバンで低くなりました。これで6試合連続安打。マクラークランナー1塁です。頑張ってご覧いただきましょう。見事期待に応えました。打順は4番ハフマ、先ほどの打席はファーストランナースタート、キャッチャー送球、タッチアウト、盗塁失敗。仕掛けていったんですがスチール成功とはなりませんでした。いやこれは残念でしたね。西さん、盗塁は失敗してしまいました。そもそも走れるランナーではないのでね、無謀な盗塁だったように思いますね。なるほど、そうですか。低め外れました。インサイド落ちました。このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。ツーアウトからランナーが出ました。千葉ロッテマリーンズです。ツーアウトランナー1塁。頑張ってご覧いただきましょう。打順は5番井口、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。インコース決まりました。あっという間に2ストライクです。ボールになります。次が4球目、変化球空振り、3アウトチェンジ。絞り球っていうのも見えてくるんじゃないでしょうかね。狙い球を絞る、そのあたり対策ができるんでしょうか。いいところへ決まります。まあここは甘いボールを逃さず打っていきたいですね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。入れてきました。ワンボールツーストライクです。変化球を待っていたかもしれませんね。なるほど、さあ何を選択してくるか。ここもファウルです。さあ6球目は何か。打ちました。これはどうか、セカンド取った。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。足手稼いで。さあこれが先ほどのプレーになります。いただきましょう。打順は7番今江、走ってきた。キャッチャー2塁送球する、盗塁成功。次に盗塁を決めてきました。文句のないスタートでしたね。インコース低めストライク、ストライクを先行させていきます。空振り三振、前にボールを飛ばせません。
さあそれでも同点のチャンスは続きます。そうですね、ここで点を取れば流れが変わりそうですね。前に飛ばしたかったんですけどもね、このチャンスの間にねしっかり点を結びつけていきたいですね。そうですね。さあそしてこのチャンスで打席には1番の吉田が入っています。ファウルボールです。大きく外れてボールです。打ちは外れました。157キロ空振り三振、ランナー返すことができませんでした。このチャンスをものにしたい場面でしたが2アウトになりました。さあそしてバッターボックスにはクルーズが入ります。まあチームとしては期待できるバッターですからね。さあ2アウトにはなりましたがなおもチャンスは続きます。まあチームとしてはここはしっかり得点して同点にしておきたいですね。なるほど。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。チャンスの場面だったんですが点を取ることはできませんでした。ご覧いただきましょう。同点のチャンスだったんですが連続三振。配球表をご覧いただいています。今日は変化球の割合が多くなっています。6回の裏、マリーンズ打順よく1番から始まります。バッターは荻野。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。マリーンズ1点ビハインドで迎える6回の攻撃です。低めストレートストライク、ノーボール2ストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。2番バッター加藤、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。有原、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。さてこのところのマリーンズですがここまで2連勝。ランナーを一塁に置いています。ここは盗塁があるかもしれません。決められる選手は積極的に行ってもらいたいですね。ランナースタート、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功、一塁盗塁を決めてきました。まあここまで来たらバッターだけに集中した方がいいかもしれませんね。見逃しましたが三振、タイムリーになりませんでした。一本出れば同点かという場面でしたが2アウト。なんとしても同点に持ち込みたい場面でしたが手元で変化したでしょうか。まずは空振りを取ります。インコース低めのストライク、ここはあっという間に追い込んでいます。空振り三振、前にボールを飛ばせません。ここは0点に終わっています。ご覧いただきましょう。同点のチャンスだったんですが連続三振に終わりました。なかなかチャンスで出ませんね。西さん、こういったゲームの場合ちょっとしたきっかけで場面が動くというのは多いですよね。もしきっかけがあるとすれば何ですかね。まあとにかくね、先頭バッター一人のバッターが塁に出ることで状況は動きますよね。さあその状況、この回で動くんでしょうか。変化球空振り、ワンアウトです。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。打順は6番角中、先ほどの打席は内野安打でした。有原、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。次が2球目、低めのボール入りました。ノーボール2ストライク。低めの変化球は外れました。4球目は何で来るか。見逃して三振になります。2アウトになりました。ご覧いただきましょう。最後は見逃し三振に倒れてしまいました。バッターボックスには7番
今井、ツーアウトランナーありません。初球空振りです。入りました。あっという間にツーストライクです。低めは外れました。これが4球目。変化球空振り、3アウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。8回の裏、ファイターズに選手の交代がありました。8回の裏、追いかけるマリーンズの攻撃。打順は8番、吉田。マリーンズ、点差が離されて8回の攻撃を迎えます。ミスター、先頭バッターとしての役割を果たしたいところだと思うんですが、いかがでしょう。もう終盤ですから、ここで得点しないとちょっと苦しいですよね。残された攻撃はあとわずか。勝敗の行方はどうなるんでしょうか。バッターは9番クルーズ。まずはワンアウトを取っています。初球ストライク。入れてきました。ノーボール2ストライクです。外れました。見逃して三振です。打順は1番に帰ります。バッター荻野。ツーアウトランナーありません。初球ストライク。低め決まっています。ノーボール2ストライク。さあ外してくるのか。ファウルになります。三振です。スリーアウトチェンジ。無失点の好投でここまで来ました。西さん、ついに最終回を迎えてしまいました。いかがですか。いやー、本当ですね。まあ、今まで来てしまいましたけれども、まあ、最後にね、なんとかしてほしいですよね。チャンスを作り出すかどうかを注目したいと思います。まあ、ここは見送るかどうかの判断が重要ですね。なるほど、そうですか。インコース、これは外れます。さあ、4球目は何か。見逃し三振。ワンアウトです。ご覧いただきましょう。最後は見逃し三振に倒れてしまいました。バッターボックスは3番鈴木有村。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。いいところへ決めてきます。ストライクです。低いところへ決めてきました。あっという間に2ストライクです。これはバットです。三振です。あえなく三振です。ご覧いただきましょう。最後は見逃し三振に倒れてしまいました。バッターボックスは4番、ハフマン。ツーアウトランナーありません。最後のバッターになるのか、それとも次につなぐことができるのか。まあそうですね。やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。2球目落ちました。ライトの前に落ちました。ヒット。これでマルチヒット。ツーアウトランナー1塁。バッターボックスには5番井口。ヒットでランナーを1塁に置いています。ファウルになります。西さん、この井口、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあそうですね、状況によって変わりますが、もともとはフルスイングが新庄の強打のバッターですね。あ、なるほど。マジか。これでマルチヒット。ツーアウトランナー二塁一塁。バッターボックスには6番福永。まあここから試合をひっくり返すというのはなかなか難しいですけど。
低めストライクになります。すぐに追い込みました。これは内へ外れます。変化球打った、ファースト正面、取った、一塁アウト。これで3アウト、試合終了です。相手ピッチャーの前に手も足も出ず、完封負けを喫しました。千葉ロッテマリーンズは屈辱の黒星となりました。西さん、今日は打線が完全に封じ込められてしまいましたね。振り返っていかがでしょう。まあ、とにかく今日はピッチャーが良かったということしか、まあ、言いようがないでしょうね。相手を褒めるしかないですかね。勝ったファイターズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のマリーンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはマリーンズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで QVC マリンフィールドから失礼いたします。